はいみなさんこんにちはお元気ですか今日はまた日本語の発音発音プロヌンシアシオンをちょっと勉強しましょうね今日は長い音と短い音音はソニードですね長いは覚えてますか音はソニードソニードラール語長い音そして短い音ソニードコルトです えー、例えばおばあさん私の家族のおばあさん私の祖母でも友達のおばあさんですねアブエーラおばあさん長いですねでもおば,お,ばおば短いおばおあさんはティーヤです。 おばあさん長いですね。おばさん短いですね違いますよ。そしておじいさん友達のおじいさん私の祖父アブエロですね。でも短いおじおじさんはティオです。おじさんおじいさん長いですね。違いますよ。 それからもう一つゆうめい覚えてますかなアドヒティーボですね富士山は日本の有名な山です長いですねゆうめいファモーソーですねでも短いゆと短いめは 夢スウェーニョです気をつけてくださいね有名ファモソ夢スウェーニョこれは何ですかわかりますかパハロスです日本語は鳥ですねパハロパハロパハロス鳥でも通り 通りはカジエです。ここ長いですね。そして鳥居。鳥居は知ってますかこういうの。ラプエルタグランデエンフレンテでテンプロンシントイスタ。これは 鳥です。鳥。鳥。長い音長い音短い音意味が違いますから、気をつけてくださいね。それではまた。さようなら。